あ、すみません。<laughs> あ、ちょ、そうそうそう。今、ちょっと、あ、今、終わっちゃった。終わっちゃった。はい。あ、はい。お帰り。あ、もう、もう、ち,ちょ、ちょっともう、ちょっとも,もう終わりするから。もう終わりする。あ、お茶葉解散す。<laughs> もう終わりするから。なんで今終わったの大震。え、なんなんで今終わったのあ、通あ、通知で起こしたごめんなさい。お茶葉か、かわいい。お帰りなさい。うん。今度飲もうぜ。 顔って通知。なかお茶バックアイザス。ただいま。あ、まあ、30分ぐらいでね、あの、終わりしますわ。はい。いや、俺も、だから、明日、だと早い。なんだかんだ眠いもん。てか、こんばんは。新潟、まだ余震続いてるんだ。新潟、まだ余震続いてるって何今も、ね、何また、また起きた、ま、たおまた,起きた、また起きたってことびっくりした。え、また、地震が今、余震が続いてるってことまあまあ、いいけど、ほんと、画質がいい。 うん。とりあえず、誕生日配信が、あの、二十、だから来週そう、二十六日やるかも。夜。うん。今んところ。お茶ゃガーザース。二十六日、四人集まれるんだ。だから、その日しかないかな、もはや。だから、多分、まあ、ほぼ70、七十パーセント。南海トラフは、だからもう、だから、憂い、備えあれば憂いなし。 もう今すぐ準備しろ。何歳になったんだよって何が何歳だよ。何歳ってもう35だよ、俺はもう。来年。来年35だよ。そういえば誕生日とか一緒だよって。一緒だよ。26、だから70%の確率で、やります。うん。改めてお誕生日、ありがとうございます。<laughs> 俺今年すげえ言われたから、3回目の誕生日会ですよ、だから <laughs>。完全パリピなんですよ。リア充ですよ。のこさんこんばんは。俺んちでやるよ。 また俺誕生日、誕生日パーティー。ね。前回一人でみんなとやって。で昨日さ、ね、セカオハウスでやって。んで来週さ、メンバーとやってさ。どんな家だよってな。ケーキさだから3個目。パーティーピーポー。パーティー、パーティーピーポー。うん。ラーサーラゲじゅん人気者じゃん。いや、俺愛されてるやあ、てか、改めてアラザーサさ、みんな、みんなあとね。 おめでとういや、みんなさ、あのさ、あやと、ほんと、配信見てくれたりとか、コメントとか。いや、俺多分さ、多分全部に、いいねしたかったんだけど、多分全部できてないと思うけど。いや、本当に、ね、ああとね、俺、本当愛す、俺、愛されすぎだろ。うん。いや、本当に、いや、このね、あみんな本当に、ね、俺、泣きそう、ちょっとね、なんかね、俺、今年ね、いや、いつもだ、ね、よ、うる、うるっと来てるよ。あの、なんか、状況に。状況に僕は、うるっと来てるからね。いつも。 うん幸せもですようん状況にいつもけどうるっときてるからお,お,おっさんいやいや皆さんあいざホ本当にいやもうマジでうんいやいやいや僕も自分が愛すべき愛人間ってのは分かるけど年取ったいや毎回けど毎年毎年なんだかんだ状況にはうるっときてますよ いや、おっさん、じじい。いつも愛されキャラ。うん。いや、僕は愛されキャラですけれども。いやいや、でもさ、ありがとうございます。ありがとうございますけど、本当に。だからみんなにね、いいねをしたかったけど、俺、だからいいね規制かかったからね。いいね規制。いいね規制っていうのは、あの、ハート押したらハートが消えるんだよ。<laughs> ハートピッて押すじゃん。そしたらハート消えるんだよ。マジで。いいね規制はだからかかった。<laughs> そんぐらい俺も、あの、ハートを押しまくったからね。 いやだからさ、だからね、俺でエゴさとかもしたけどさ、ありがとうございます。なんか、うん、まあまあ、ありがとうございます、それ、いつもね。いやー、いやいや、いつもありがとうございます。佐都ちゃんとの写真は、昨日もね、よかった、うん、昨日もね。いやいや、うん、体重いくつ知らん。分かんない、測ってない。うん 一日後にいいねくれた。いや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 、僕はいつもいいねって、いいねって思っとるわ。いつも思っとるわ。なあ、なんだったら。なんだったらいつも思っとるわ。初見です。いつも見てるから無つですよ。見たくない気持ちになってから、通常じゃなく普通だ。ああ、さっそうですよ。バンクシーはなんかで、マシバタクだよ、バンクシーは。バンクシーはいたのって、バンクシーってあの正体はマシバタクらしいよ。マシバタクのボーカ観ーらしいよ。 ね、インターネットに書いてあった。マシバタックっていうロックバンドが、イギリスのロックバンドいるんだけど、90年代の。まあ、知ってる人は知ってるでしょ。あいつらしいよ。カナブーン帰ってきて、虫みてえに言うな、ほんとに。カナブーンが帰ってきたみたいに見えるから。だから、カナブーンも帰ってきたし、僕もね、愛されてるし、ケーキ3つ目です。来週だから26日、70%の確率だ、なんで、ちょっとそれで4人で、久々に配信。 します。だから千葉銀とかも、だから、美佐子さんとかうん。は、あ,じゃあ、あいつら配信してないでしょなマッシブアタックまでです。帰ってくんな。別人だってさ。のぼるさん、わかる。かなぶん。帰ってくんなってひどくないだってさ、帰ったってかなぶんもさ、 失踪しなかったら首つって死んでたって、命令だなのと。先輩として一言お願い。だから俺言ってんじゃん。失踪していいんだって、逃げたけら。逃げろって。いや、お前らもそに、逃げろ。逃げろ。逃げたきゃ逃げろ。だって命が大切だって。やっぱ、うん、自殺するためにも命を取っとけよ。その話、他殺は嫌じゃん。他殺とか災害とかで死ぬのは嫌じゃん。 俺だって嫌だよ。自殺、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 自分で死ぬんだったらまだいいけどさ、他殺とかさ、千葉木お祝いコメント、あ、くれったね、リプライでな、あいつな。<laughs> ねこのビール美味しい。本当だ。いや、名言ってか。死んだら自殺できないからね。ただしか、まあまあけど、まあまあ本当に、そう。俺も、俺も嫌だもん。死にたい、死にたい、僕も言うとき、言ってきてるけど、絶対嫌だったもん。災害とか事故とかさ、交通事故とかでさ、 ああ、俺、そう、千葉ぎえやつや。美さ子さんはツイートしてたそうそうそう。モノくんだけがチェックしたんだ。俺、ちょっとチェックして <laughs> 一人一人、一人一人チェックして、メンバー。美さ子さんツイート見た見た。うわ、モノくんあいつだけしてなかった。<laughs> モノくんからなんもない。いや、でも、モノくんからラ LINE すらね。LINE もない。いや、まあまあ、でも全然全然。いいんだよ。それ、だからいい。別にそれは、それはいいよ、いいよ。あいつね、あいつ、そういう、俺がこういうこと言うと気にするから。 <laughs> あいつ、俺がここでね、あいつだけ、ね、あいつだけ白状のやつなんだよって、ね、あいつは卑怯者で、ね、顔もあんなんで、最悪な奴だよとか、ここで、ね、誕生日コメントくれないことを愚痴ったら、あいつ結構怒るんだよ <laughs>。だからちょっと <laughs>、大時間は大体見てるから <laughs>。今も多分、今も多分見てるから、酒飲みながら <laughs>。 で、翌日俺にね、俺に注意してくるの。いや、お,お前は、お前配信であんなこと言ったけど、俺はねって。<laughs> そう、大体言われるから。<laughs> まあまあ、そう、気に、そう、気に入るだよ。だからまあまあ、そこは、ね、大丈夫です。僕もね、分かってますから。分かってるのから。分かってますから。そうそう。いや、面白い関係ですよ。いや、ほんとそうよ。いや、でも、物君はそういう人だよ。 まあだからそうそう、そんな感じで。来週だから2 0水曜日、ちょっとよ、だから夜、夜なんかね、だから何時から、でも夜8、7、8時とか、になんのか。ってか夜8時とかって早いよね。なんか夜8、ってか逆に夜8時とかにさ、始めないと、なんかね、千葉銀とか美佐子さんとか帰んのかな、途中で。途中で帰るのかな。 いやはい違ゃ早い早いのは分かんだけど10時からみんなちょっとはいこのバイトあったらそうやっぱ早いでしょみさこさんとか終電とかそうなんかねそう千葉銀え千葉銀深夜帯みたいな千葉銀ってもう行ってんのそのことってあいつがバイトしてるってのは夜勤だからってあいつ言ってんのもう 俺、死んないんだけど。<laughs> あいつ、俺に言えよ。<laughs> 俺、ちゃんと黙ってんだから。<laughs> あんまり無理言ってた。あ、この前配信したんだ。あ、さ、配信、あ、さ、配信した。あ、配信、いや、お前らじゃあ言えよ、これお前らじゃあ、俺に言えよ。配信してたって、千葉銀が。あ、配信したんだ。なんだ、言ってや言ってや、配信したのかよ。なんだ、なんだ、そう。あいつ今、え、何の仕事してるって言ってた何の仕事してるって、それ言ってた。あ、そう、ホームだーさ。 ホームドア作った。あいつ自殺、自殺防止の、自殺防止のホームドア作ってんだよ。だからレコーディング中もさ、レコーディング中も夜11時。まあ俺ら深夜1時までレコーディングするわけ朝から。俺とかだから千葉銀は途中で夜11時に出てって、レコーディングスタジオ。出てってさ、ホームドア作りに。 行って駅名は言ってる、そこ駅名は言わ、言わ、僕は。駅名行っちゃったらみんなそこにね、あの千葉銀ファンが <laughs> 集まっちゃうから。おにぎり持って。<laughs> 頑張ってんだ。いや、が、まあでもなんか、いや、いいの俺どこまで行ってっか知んねえけど、どこまで行ってるか知んないし、俺も時給とか聞いてないよ。聞いてないけど、結構、いや、これはめっちゃ良さそうよ。じ、短い時間でね。短い時間で、だって、な、何時か何時って言ってた 駅名、こう、ホームドア作ってん、うん、ホームドア作ってんだって。そう。大変だねーけどね、大変、いや大変、いや、けど俺本人に聞いたけど、本人に俺が聞いた時は、あの、た、た、大変、いや、あんま、あんまだよって言って、言ってたよ。うん。朝6時に帰ってくる。あ、そう、シャツまで。そう。高速時間結構、あんま長くないんだよ。 でもって本人も俺は、あんめちゃめちゃ縛かれるっしょって。なんかし、しょしょしょかれるっしょって。あの、どかただから、親方さんに、あ、トンカチで、トン,コン、トン、トン、トンって、縛かれる、ど、ど、疲れるっしょって、聞いたんだけど、そんなこと全くないって。もう、ずーっと、ずーっと、ど、ドア、ドアをこうやって、な、なんか、メイクドア、メイキングするだけ。そう、優しいって、そう、親方優しそう。だから、 要するに時間だけの、な俺だってさ、深夜バイトしたときさ、お前、お前、850円か900円だぜ、お前。こっちコンビニバイトでつら、つら、辛くて、辛くて、な。だから、俺時給聞いてないけど、多分、そうそう、めっちゃ、多分ね、そう、だから、ね、俺多分俺の方が、俺の方が大変だったと思うよ、セブンイレブン。そう。こんばんは。 いや、俺のが大変だったと思うよ。時代の違いじゃない。いや、都内で深夜。深夜俺だ、それ深夜だよ。深夜でき900円、確か900円。日給だからいいんだよ。俺時給聞いて、ほんと聞いてない。日給でも信んないよ。でも絶対めっちゃいいっしょ。あ、日給とか時給。ワンチャンかまってよりかま稼ぎ、うん、でもそんな勢いで言ってた。千葉銀。うん、本人は。だから結構いい、いい、ば、いい、だからいい、そう、深夜バイト見つけたと思うよ。この前まで820円で働く。地方とかそうでしょ地方と人手不足だから優しい扱い。うん どこも一緒にやろう。コンビニしんどいよね。セブンで働いた僕は。深夜、一回ぐらい物件働きたいね。<laughs> いや、ホームドアとか、よくそんなバイト見つけて、あ、それは行ってないんだ。うん。いやー、1000いくらだったよね。いや、それは当たり前じゃん。1000いくら、いや、でも2000円近いんじゃん、時給。時給絶対2000円近いと思うよ、俺は。俺の予想。2000円近いと思う。下手したら2000円超えてんじゃねえかなと思ったもん。都内の深夜で、 ねだって、ホームドア作るって、やっぱ、そんぐらいは、うん、そんぐらいはけど、もら、もらえるんじゃないそう、深夜は。うん、でも、千葉銀の、ガールズバー並みじゃん、ん本当だよな。<laughs> あんな腹出たおっさんがよ。そんなに、でも、そんだけもらえるんじゃないのうん。副業、オッケーな、いやオッケーな、オッケーじゃないだろ。え、でも、千葉銀だけ特別扱いで許、許されてんじゃん。え、だって、残さんバイトするってなったら多分無理だよ。副業、多分ダメっしょ。 うん。事務所的にね。知らん。なん、いや、てかダメなんじゃないわかんない。それ知らない <laughs>。え、わかんない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 、わかんわからん,わからん、まあ、も、そモノクもバイトしてたじゃん。あ、大丈夫だ。バイトはあ、そうか、モノくん今や,やってない。モノクン今あ、ゲームプレイヤー、なってるから。スーパーハミコンしてるから、あいつ。スーパーハミコンやって金稼いでるから、あいつは。そう、モノくんがバイトは OK なのか、うちの。あ、とか俺もバイトしていいのか。事務所がダメじゃん。だん、じゃ、やっぱしていい、していい。俺もしていいんだ。俺もだからしていいんだよ、バイト。 うん。俺も服は服用は OK なんだ。何やりたいええー、バイト。いや、バイトとか結構やってみたい、この年は。やっぱ俺たまに思うもん。残さんバイトやった。いや、だからさ、経験としてね。いや、俺なんてだからさ、もうさ、もうなんか30になってさ、変に安定したさ、夜勤で安定してできたら稼げるよな。うなデリヘルドライバー、いや、でリヘコンビニとかやりたくない,い絶対やんねん。何のバイトしたらバイトバイト、一回交渉とかやってみたいな。 うん、バイト内容よ。え、けど工場が一番最悪ってモノクン言ってたから、パン工場。なんかずっとさ、あの、ずっとなんか、だから俺見たことあるの、セブンイレブンのさ、あのさ、ラーメンとかさ、ラーメンが麺が流れてくの機械で、それずっとおた、お、お玉でさ、こうやってさ、一回かい作っていくやつ。これを一日さ、7時間、流れ作業、一回やってみたい。もう、一週間でいいわ。チカチカじゃ、チカじゃない、チカじゃない。怪獣のやつじゃない。<laughs> まあ、でもモノクはほんとそう言ってた。 そうそう、流れ作業きついんでしょ経験として、工場のラ、そうそうそう、ラ、そう、あれだけは絶対やりたくないってい、そう、気おかしくて、そうそう。でもね、一回経験はしてみたい。発狂しそう。いや、俺も多分無理だ島村のおもちゃの感じ。いや、僕た、たんもう一週間、もういもうい,もうい、一い、一日でいい。冷蔵庫の中でシール貼るバイト実な何それそれか、カチコチになっちゃうじゃん。冷蔵庫の中でシール貼るって何それどういう状況だよ うん、嘘つくなよ、お前。同じ体勢で来た、キのこさんとバイトした。いや、これけどね、深夜バイトだな、やっぱ。絶対昼間とかやりたくない。うん。あ,あ長袖だよ。知見バイト嫌で怖いよ。うん、稼げるけど。いや、俺別に稼ぎに行くとかじゃ経験、人生経験で行きたいんだよ。ボーイズバー、ああ、まあ。うん、俺だから人生経験の意味で行ってんの。やっぱさ、 やっぱもっとさ、俺はさ、嫌な目にあった方がいいかなって。やっぱもうこの年になるとさ、まあ、この年っていうかもうさ、もう自分の好きな仕事とかやるとさ、まあ、それはさ、辞めたいとかあるけどさ、やっぱさ、やっぱバイトした時の方はさ、なんかやっぱさ、俺もさ、バイトの友だ、友達じゃないけど、バイト仲間仲間でもな、思ってないけどさ、いびられたりしてたわけですよ。接客俺も無理だった。うん。だからそれでさ、ね、 やっぱそういったことで怒り、怒りの歌詞とかができるわけじゃん。バイトなんかでへこたれないぞって僕曲書いたろ。あれだって、バイトしたからできたんだよ。っていう。そうそうそう。無理は良くないよ、機関校は。のこさんがホストになったら女殴りそうだ。た <laughs> わけねえだろ。むしろ殴られると思うよ、俺。女の方にあれは。ホストだってテレビで見たことあるけどさ、あの、女、扱いさ、ひでえじゃん。男のホストに対する扱い。 カラオケのお箱歌って、にーにー、あ、歌えないのうわ、まじ、サムとかさ、ね。あれ、ちょっと俺、うん、まあまあ、確かに殴る、殴る、殴る、殴るか、けど、殴りたいと思って、あの、楽屋殴る感じ。休憩所の机殴る感じだと思う。<laughs> ケットバッグ、うん。俺は多分本人にはいけるほど勇気ない。うん。髪型が、 カラオケバイトもいいね。うん。マジ上佐。いや、俺テレビ見た時はね、下打ち、うん、なんか、ホスト、うん。いや、でもそういうね、まあまあまあ、経験もね。いや、結局、なんか、肥やしにはなんないことはないから。うん。なんだかんだ、そういう経験って、社会経験。リアル。田中はたまにホスト、田中くんえこうきくんスタジオスタッフ、もうに当たるだけ。いや、本人に、本人に生きてんな、もう。本人ぶん殴るぶん殴りた、ぶん殴りたな、もう、犯罪じゃねえか、お前、それよ。な。 暴行罪とかでなんか変に訴えられたりするんだろ、お前そんなもんやわな。ねえ。いや、ホストとか絶対大変でしょ。うん、絶対大変だと思う。うん、舐めたもん、舐め、な、舐められるもんじゃない多分できないと思う、俺。俺、やっぱ、うん。引き出しが増えるのは良いことだね。いや、でも俺もさ、やっぱさ、これインターネットさ、ホストみたいなことやってんじゃん、こうやってさ、コメント読んでさ。 インターネットホストみたいなさ、こうやってペラペラ、でもなんだかんだできるのかこうやってーネット酒飲んでさ、こうやってさ、やればいいわけじゃん、これ。<laughs> これ今スーパードライ飲んでさ、こうやってやってる。これ言言え,言えばこれ飲まされる。まあでも俺酒弱いからダメだと思うけど、でも、喋りはけどさ、まだいけ、いけるんじゃないかな。ね。インターネットホストみたいな感じだけど、俺も。ね。うん。インタえ、でもさ、インターネットホストみたいなやつ、配信者いるじゃん。 いや、俺は自分はホ,ホスト、ホストだと思って、インターネット古事記とか、インターネットホストとか言われたことあるけど、今までね。でも実際そういうポジションの人ってさ、いるじゃん、配信者でも。うん。喋りはすごい。で、喋ったからさ、いけるのかないや、でもわかんないなね。もっと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 、よいしょよいしょって言うんでしょ、なんか。ね、お姉さん、もっともっとって。よいしょよいしょ。あでもぶっさいじゃん、テレビとか。可愛い見て、これボケなあ何がぶさいだ、これ。喋り場。ライブじゃん、まずはヘルプから。 本物のかまってちゃんがうん。喋るよ、うっ、ん、す、でもみんなホストホストっぽくやってるでしょ。よいしょよいしょ。いや、おもっともっと、ほ、っともっと。俺は知らん。俺は本当に、俺は知らんよ。俺は行ったことないから。もうこういうシャンパンコールか。シャンパンコールをやってる。ジャズのイメージしか。僕は、それ以外はし、本当に知んないから。はい。こうやってやってない。 まあまあ、僕はあっちをはかるほとはだからど,どんな感じかけど逆にみんなが行ったことある人さいるっしょうんそう俺もテレビで見たことテレビで見た情報しかない穏やかないやテレビでお茶ばそんな手拍子だから分かんないってテレビでそう見,見たやつしかないキャリーちゃんこのさホストおもしいや面白い てめえのみ、いや、な、な、ない、ないの、僕はないです。僕、結構ビビ、ビビると思う。そういう、もう夜の世界とか怖いもん。うーん。まあゲイバー楽し、いや、俺さ、夜の世界とかもう絶対ビビっちゃうから、まず、まあ100%できないと思うし、桜でしか行ったことない。スタッフと新しいタイプ。僕りりくん、え、あの、あの、あ,あの子ホストとかやってんの副業。 ポカーンってうんのそうだってだって俺はガチでさ寝はさ陰キャだよ、うん、ガチで寝は陰キャだから影のものだからの大きいと僕陸やってんだえで多分そうそうビビ,ビビってビビって無理だと思うなうんすぐすぐ泣くと思う楽屋ですぐ休憩所で悔し泣きをしてうんそれを歌詞にで歌詞につ,つって <laughs> やめてくと思うや <laughs> バックレルとかじゃなく、ちゃんと店長に行って辞めると思います。はい。俺はそういうやつだ。俺はそういうやつだと思う。よかったよ。まあまあ確かにね、一曲ぐらいね、なんか怒りの歌詞はできそうだよね。キャリーちゃんか、あーあ、ええ、言った。でも強くなりそう。昔のライブアート見て、結局、うん、歌詞、うん、いや、そういうの、やっぱな、肥やしにはなるよ。経験は、やっぱ、社会経験は。 うん。俺なんてだからずっとさ、良くも悪くも安定してるから、もうこうだからさ、人生。毎年毎年、ルーティーンのようにさ、やること一緒だし、ツアーとかね。アルバムレコーディングとか、ミュージシャンの仕事なんて。うん。なんだかんだで、そんな広がりがあるわけじゃないよ。うん。このミュージシャンの仕事、真面目に。割と先に、CD、白熊。ああ、なんかね、あのあ正常性バス。そうかな、うん。 まじ、まじ、まじ、うん。羨らやましい。うん。ルーティーンになってきたんだ。うん。もうだって毎年毎年、シーセカっちゃう同じじゃん。もうほぼ。やってる、もう時期も一緒じゃん。もうふ冬にワンマンツアーや。もう最後に締めるって。もうすべて流れがさ、うわー毎回毎回同じだわね。かっこいい。レンタル押すって話たんですよ。毎日同じ。まあ、けどまあまあみんな、まあ僕だけでもみんなそうやね。まあけどバイトとか工場、なんか、 バンドマンになってる。なんか、バイトとか、やっぱね、こいつは、やった方が、ね、新しい、ね、歌詞とか困ってんだったら、そう、刺激なんじゃねえかってのは思ったりするよ。うん。ま、あそんな下手にはやん、やんないと思うけど。ノコレンタルは稼げる。な、レンタルって何すんだよ、名前や <laughs> やだよ、これ。<laughs> 何さらす。何させられるんだよ。本当にさ。おっぱい舐めてとか言われるのかよ、ほんとに。 何のコンタルっていやああんま人それぞれ基準あると思う。いや、そういう、僕は死、確かに死、これさ、出会いとかさ、なんかね、死役がある人間に出会うフィールドにいると思うけどさ、いや、俺あんま変んねえと思う、やっぱ。な、なんかそういうの慣れたら。あの、本当に、一般、一般社会人って、だからみんなと。芸能界でも。 うん。芸能界でも、俺、正直みんな、もう変わんないと思ってるよ、真面目に。だって俺、バイトした、だって俺もさ、バイトとかし,こしたことあるわけだし。むしろ、ね、バイト中、バイト中のが刺激的な瞬間とかさ、あったりするバイト中なんてすぐやって、客がさ、喧嘩したりとかさ、いざこざ巻き込まれたりとかするわけじゃん。な。うん。でも、ほんとそうよ。いい意味でも悪い意味でもね、やっぱね。 安定ってのはね、やっぱね、ミュージシャンだってあるよ。バンドマンでも。なんでもやっとか、排水、あ、排水管。いろんな人、どついたる、どついたらねんって何してんのちゃんと活動して、あいつは大丈夫。どついたらねんって、久々やん。コード進行で全部独学です、音楽は。はい。まあ、とりあえず、バイトとか、ね。まあ、なんでもいいです。まあ、とりあえず、そんな、まあと、話も押すと来週。来週、だから誕生日配信なんかや、やれたら、やるって感じかな。はい。 うん。残されたりした絵を描いてもらってそれを売る。可愛いね。働きたくなくねってないが。働きたくね、ニートってことっしょいや、俺もずっとだってさ、ニートやってたけどさ、ニー,ずっとニートしてなかったもん、なんだかんだで。うん。なんだかんだでやっぱ俺もちょいちょいバイト挟んでニートやってみたいな感じだったもんね。うんえ。もうガチンコの子供部屋おじさんではないってことだよね。外出てるっても。うん、昔から。うん。 なんだかんだやっぱ刺激を求める人だもん、僕は。うん。いい品。なんだかんだ僕は、刺激を、ツイッターのアイコン書く場合とは、ちまちま <laughs> て。なんだかんだい僕は刺激をさ、求めやっぱ求め、やっぱ求める人なんだよ、僕は。やっぱ、絶対そうだと思う。みん、あの、まあ、周り見てもスタッフとかメンバーとか。うん、俺は人よりもね、やっぱそういう人だと思う。うん。そういう、なんかそういうのが好きなんだよ。なんか。 だから、俺も大人とか丸くなった方が良いけど、なんだかんだでやっぱそういうの好きなんだよ。やっぱね。刺激とか。スリルが。チキンランがじっとできない,い。もうチキンランが崖っぷちで車をキキって止めるよりも、そのままブーって、もう。赤木と一緒だよ。 ちょっと危なっかしいぐらいの方が、ね、いいんだよ。っていうね、気持ちがあるんだよ、僕は。向井修斗くんみたいな路上ライブしてほしい。いや、俺あのさみたいにさ、路上ライブさ、してるどころか、俺配信してんじゃねえかよ、たまに。柏行って。今だって。最近やってないけど。うん。またやりたいね。ま、かしじゃなくても、路上ライブ。あれだって相当だぜ。あれだって結構スリルあるぜ。 やっぱ外配信はね。スリルあるよ、外配信。まあ、外配信でも。やっぱ路上ライブ配信とか。今とかお前がやりに行けよ。うん。向井おっさんよだっておっさんじゃん。向井さん。柏。地方でもやってください。ツアー中はやんないと。<laughs> ツアー中だけどさ。いやー、やんないよ。だって。うん。やっぱライブのために声温存しておきたいよもん。柏駅前でやってたよ。 うんだから最近やってんのナンバーガールライブ。いや、なんだかんだで行かない、俺は。うん。いや、再決戦は嬉しいけど。なんだかんだで行かないと思う、ナンバーガール。行きたいけどね。見たいけど。なんだかんだで行かないんじゃないかな。ワンマン。いうん。見たいけどね。スリル感じたいけど、勇気ないから、うん。まあまあまあ、学校の廊下でね。いや、けどね、僕は、僕も、僕も下手りだけど、なんかそういう気持ちはあるんだよ。路上ライブ。福岡でやってほしい。いやいや、 いや、その前に千葉銀がいなくなるから、来年からね、千葉銀いなくなったとして、ホテル配信とか、ね、どうなるんだろうね。そこら辺もどうなんだろうね、来年からね。うーん。モノくんと俺、俺でホテル配信するのか、それとも新メンバーが入って、そいつとモノくんがやるのか、うーん。どうなるんだろうね、なんか。モノくん一人で、あ、まあ一人でもあいつやると思うけど。 さんとそうはまず話さないと移動手段どうなのいやだから俺俺運転するよいなくなんの知らんかったうん千葉銀いなくなんの彼女するうん千葉銀雇えばいい新メンバー入るんですかだから俺,俺は入れたい,いもうだからほぼ入ると思うまだ全員で話してないけどまだ全員で話してないけど俺はやっぱ4人がいいからバンドは1人で配信や,るいやけど俺も行くよ別に全然うん俺も全然だって俺も俺でやってんじゃんうん 運転するっつうのなんかさ、なんかおもうさ、な信頼を、信頼のさ、信頼をさ、寄せるっていうことをさ、君たちはしないよね。お茶場ガイザーまだ半年なんだよ。車運転でやればいいじゃん。俺になんでそんな信頼をさ、寄せてくれない運転大好き。成田とかたまにだけど、俺 K、K でさ、K、練習してない。お茶場ガイザーあの車そう練習、あのデッキ車だから練習しないとね。うん。 ドライバー配信できな、できるよ別に。ドライバー配信できるよ。おお茶番改ざスドライバー配信できるよ。クッキーカー、あ、俺だから昨日さ、サウちゃんとも話してさ、俺さ、課長入れたらどうとか、あの人暇でしたとて言われてさ。<laughs> あの、なんか、ステラハウスだっけあれも出てるし、課長とか暇なんじゃねえのとか言われてさ。あ、確か課長とか、は、なんか、ステラハウスとか出てるし、 ああいうね、配信とか確かに出れるから、まあまあいいよね、キャラあるしね、みたいな。<laughs> か、勝ち終わったら面白いよね。あ、テラスハウスか。あの、普通にさ、入ったらマジでさおも、お、確かに。ただ、ただちょっとそれは、そういうなんか、ねどるようなことはなんかしたくないな、僕も。エノン君はちょっと、なんかちょっと、いや、なんかやいや、いや、エノン君だけじゃないけど、やっぱ嫌でしょそういうのって。メンバーからしたら。他メンバーからしたら。嫌でしょうん。 あまあ確かに課長、コーラスがね。うん。なんか、ね、お、<laughs> ずぶとい声しか出なさそうじゃん。あの人。<laughs> コーラスができねえか。普通にあれ、コーラ、コーのこについていけない。あどで、で、俺、ついて大丈夫だって。俺、そこは心配しないでいいよ。別に俺そんな、うん。そんな別にさ、崖から飛び降りろとか、そんなこと言う人じゃないことはもう分かってんじゃん、みんな。常識人だってことは。 活動してるのはステラオイスさん。テラスハウスに。それは問題。<laughs> キャラ薄そうだしね。だ、誰が。課長は十分怖いだろ。お茶目ぐらいなんすよ。てか、つ、従うしかないみたいな。いや、知ってかないってこう。新潟県新の教で。ち,ちょっと。 ツッコミできると思うよいいじゃん見てみたいいやいいじゃんっていうかいやまあまあ、まあ、これ一回俺美佐子さんと話さないとまずうんまあそういうのも別にねなんか確か面白いなとはさ思ったけどさまあ結局俺はオーディションかなってやっぱ思うよ新しい出会いも欲しいもん僕河原すげえな課長のツイートやばいよな飯大体飯の話しかしないよ

まあまあもうこういうってやっぱ被害はすごいですねお前らも受診料取られ当たり前だろこれ今見てんだから NHK <laughs> いいああ<ー>やっぱ、ね、年,よ年寄りがやっぱ怪がしがちなのはねあるね 怖い罠だ皆さん夜中不安セカワのピエロいやできなんもできねえだろあいつ学校行きたくない受信料ちゃんと払ってるえ受信料ちゃんと払ってるってねがかあな,な何が慌てて転ぶクッキー受信料さっき払いましたはあ親父も気をつけて払ってんじゃん俺 弱いかあの私自信心配ですうんまあまだちょっとねこれから分かんないからねまあそれ別に新潟だけの話じゃねえけど <laughs> 何時かあああ <laughs> うああああ 誕生日配信からてからそうだから火曜日の夜だからよくまあみんな起き,起きてるよねおやすみなさいね社会人はさベースオーディションだから俺はもうオーディションしかないかなって思ってるぐらい寝、ね、なくて大丈夫ですかいや俺は全然朝7時とか起きてる人はもうさすがにいや現地民の人で寝れない人っているしやっぱ俺だってやっぱ寝れないな寝起き夜勤なあ夜勤ねうん眠れない 学校とか社会人は眠れない眠,眠,眠るんじゃないスタジオ夕方あたりじゃん寝れんな現地現地民は眠れないんじゃん俺だったら眠れないわうん昼寝すぎたなうってくしゃみじゃない飯田メッシーだメッシーメッシー入れるか眠えず メッシ入れるからあれ,しつしつしつあれ失踪する失踪しないと思うけど今失踪してたからかなぶんぶっちゃけこれ大変なのはこれからですよ彼ら彼らはこれいや命があってあのね見つかったけど大変なのはやっぱね,ねこれからだよねやっぱねなん,かな,なんかどうなるのかねかなぶんもねメッシだメシださんもねなんかね 場合によっちゃ他メンバーの判断で首にさいたいとかもさ、ね、わかんないからね、不倫。だって問題、め問題は不倫を起こしてさ、今回あったわけだからさ、やっぱさ、申請か待ってちゃうんだったらさ、ウェルカムだけどさ、そんな問題。全然ウェルカムなんだけど、よあのか、ま、カナブーン的にはさ、やっぱさ、ちょっとあれでしょ。カナブーンのファンはさ、ね、完全にノーセンキューでしょ。 ま、申請かまってちゃも同然休かもしれないけど。<laughs> 勧誘してや、かい。問題児じゃんって。いや、問題児って言う俺は問題児だろ。それは当然、ね、問題じゃろ。イメージ的、そう、イメージ微妙。だから、かなぶん申請かまっちゃう受けさなんだろ。<laughs> 何そか受け皿って。<laughs> なんか、んか落ちこぼれを引き受けるみたいな、そうなんか、なんだそれ、ヤクザみたいな。<laughs> そんな、そんな団体じゃねえぞ。 なあ。かまってちゃんに責任感は求めてないから、ちゃっ,って。<laughs> お前、ちゃて、お前ら責任感とか求めてんだ。他の場ナに個 <laughs> ああ、いやいや、人によってはいるだろうね。かまってちゃうんだったらまたやったかで済む。いやいや、でも人によると思うよ、うん。人によると思うよ、それも。うん。僕だって、僕だって,ってなんで俺なんだよ。いや、それはさ、<laughs> 怒ら、怒られる、怒ると言えば怒るよ、怒るよ。誰だって。説明接近。 うん。そんな簡単に首はない、ないよ。いや、わかんないよ。もう二回目。私は生きててよかった。構成施設。はけん。構成施設バンドじゃないからね。ノコ問題児だったじゃん。過去形だった。過去形、わかんないよ。俺も将来 <laughs>。うん。不倫とか <laughs> ね。ねそんなん言ったら。メシだ。いらんってない。バンドメンバーよくばっくれるよね。最後の。 かなぶんどうなるんでも、うん。だから、いや、別にさ、いや、ちゃうじゃあ、かなぶん別に、いだとしてもさ、やっぱさ、こんなさ、危ういバンドは使えませんって、やっぱスポンサーとか離れてくわけじゃん。じゃ金かなぶんだってタイプとかもらってたっしょかまってちゃうと違ってさ、CM とかさ、ゲームのキャラクターとかさ、ポケットモンスターとかなんかそういったさ、あるわけじゃん。やっぱそういうのさ、危なっかしくてさ、使えたもんじゃないって判断されるわけじゃん。だから、そういったこととかのさ、 物が、やっぱ来るわけじゃないのうん。なんかそれをなんか、空気感でね、なんかね、感じたりとかわかんないよ。俺あんま。うん。えー、ツインベース、ちょ、ショーメイクは。信用なくしちゃう。うん、でもまあ大丈夫だインターネットがあるから、その時は。その時は、相手は構ってちゃ狙ってこうって言うけど、大丈夫です。ね、メシダ君。 大丈夫です。飯田くんだっけああ、まあ、飯田くんか。飯田くん。まあ、かなぶんくん。大丈夫です。インターネットがあるから、その時は。もう、インター、ブー、インターネットがあなたを救ってくれます。はい。大丈夫ですよ。芸能界はイメージだけど、うん、インターネットはイメージもクソも何もいらねえから。こうやってしょんべん言っても何もねえから。ね。はい。こちらの世界は賠償金大変だね。いや、だから賠償金とかかかってるか死んねえけど、 うん。俺も別に金分のこと追ってってるわけじゃないから。かまちゃん一周回って安定してるよねっていう。だから僕はインターネット、いや、別にね、一周回ってるじゃん。新しい修復会場じゃねこれは別にみんなに言ってるよ。別にインターネットは本当にやっぱね、無限大ですよ。そういった意味だと。うん。まあ、優しい世界ってはまあ完全に優しい世界ってわけじゃないけど、実力は試さめ,め、試さめ,めますけども、ね。うん。ティッシュ、ティッシュ、ティッシュ取りますか今日もいいけど。うん。 いやでも、けど、本当にね、ええ、インターネットの世界へようこそってね、僕はね、言ってあげたい。エコをかけてね。うん。髪、年収いくらってインターネットが、ノさんの音楽で出会えた。うん。ティッシュ、ティッシュ、ティッシュ、ティッシュ。ティッ、シュ。変なやつはインターネットしかやってけないみたいなところが、今もあるってこと。逆に、だから、ね、さっき、かまってちゃんが受け、受け皿になってみたいな。 もうインターネットが受け,受け皿になってるよね今ね落ちこぼれの <laughs> あのクズの <laughs> うんいや本当にうに、ん、でも実際問題さ本当そうよねネットの方が稼やっぱやりようによって金稼げるしね、はい前滝さんキさん,タキさんティッシュがティッシュ負、まあ、けどティティッシュは ネットの方が自由で。そうそうそう。いいっすいじめの時の記憶なくしたいです。どうすればいいですかいや、これはね、無理です。もう向き合っていくしかないです。はい。これはもうほぼ無理です。でも、まあ、やっぱね、時間経てばね、ちょっとはやっぱ、俺なんかやっぱ曲にしてるから参考にならないと思うけどね。あと人によってやっぱさ、いろいろあるわけじゃん。そういったさ、ダメージの深さとかさ。うん。俺は自分のケースしか知らないから、 うん、自分の例でしか言えないけど俺の場合はやっぱ10代時より20代前半時よりはやっぱ薄らいでるとこあるよ、うん、流したてジェニー・ハイにゴーストライターって「マ」ってなんで「マ」って使うのこの野郎なたまにこれ手「手間」って読んじゃうからやっぱみんな若者は「マ」って言うよねなんで「ジマ」「ジで」ジ「じまじでじマジでまで言えよ ま、ま、ま、待、ま、って何が待、ま、って何がか,か、勝手に俺のさ、枠でさ、ジェニーハイの悪口言わないで。勝手に僕の枠で、ジェニーハイ、ジェニ,ー <laughs> ジェニー <laughs> 僕の枠で、ね、あの、ジェニーハイ、ジェニジェニーハイの悪口を、あのね、あの、ま、言わ、言わ、言わないでくれ。言わ、言わ、言わん、言わんといてよ。うん。僕もま、ま、待、ま、って思ったけど。うん。いや、それは嘘。いや、だって、 えのんくんはやっぱ天才やからあの人もね。そんな感じで田口田口って誰や嘘。田口って誰だよ。だかたまに、田口誰なんかたまにコメントでくる。ニコラとかワンチャン食っていけるかないやーちょっと舐めたもんじゃないよ。ツイキャスとか配信者も。ワンチャン食っていけるけどやっぱ先行者利益やっかんな。やっぱ配信者とか YouTuber とかって。うん、別になんかね、今からやったらね、俺だってきつい、きつい、きついと思うし。うん。 ま、ま、ま、うん。なんかエノンスタジオで歌詞作るなって。なんだエノンって。エノンくんって言え。な、すて、なんかエノンスタジオで歌詞作るんだってって。だからどうした <laughs> だ,だからどうしたその情報。知らねえぞ。だからどうしたんだよ。なあ。なに、柴田も同じようなことで。なにエノン、なに、ジェニー、エノンくんスタジオで、 なんか、か、歌詞がどちらかってる。歌詞じゃねえ。<laughs> あの、会話がどちらかって中うがあんねや。うん。まとめて。な、なんの、なんの話してんの、今。うん。な、なんの話をし,したいわけ何の話がしたいの <laughs> 柴田とか江野くんとか。<laughs> ねえ。<laughs> な、な,んなん、な、ノコさんとかな、な、なんで、ごちゃごちゃすんだよ。な、なんの話で <laughs>、ね、ゴーストライターってなんか何なんだって。ゴーストライター、だからゴーストライターはいるだろうが、加藤くんか、加藤さんか忘れたけど、あのなんか。 なんだあの、なんか、あ,あいつ、グラサンかけたお、おっさんのさ、あの、あの、しもべじゃねえけど相方あらなきゃ。あの、サムラゴーチ。サムラゴーチのな、ゴーストライター。あ、新垣さんだ。新垣さんが、だから、それ、だからうるせえよ。そんなもん。だから、そのコメント、そのコメントってあじゃ、クッキーの話ないか。クッキー、ゴーストライターやってた人だから、サムラゴーチがいるわけだろう。うェニーハイに。俺も対ンして、けど、新垣さんめっちゃいい人だ、めっちゃいい人だった、ほんと。 え、てか、まあまあ、クッキーとかもね。うーん。ああ、まあまあ、さ、新垣さんベースにしよう。いや、ベースはとりあえずオーディションとか、いや、なんなんじゃなんかな。新垣さん、柴田直近 1, 1億円たまたま YouTube。あいつけど1億円なんて別にさ、柴田なんてもともと金持ちだからね、ぼっちゃだからな、あいつ。サムラコーチさん、今どうしてるかな。え今、今お、お茶でも飲んでんじゃん。うん。新垣さん明るか、うん。 いやー、でもまあ、とりあえず、あ何の話してんのか俺もわかんない。今来た。ね。ちょっと、戻すと、残さ、貯金してんのってないか。当たり目のばっか、0円なわけねえだろ。なぁ。てめえと一緒にすんな。なえっと、来週の26日に、あのー、メンバーで、久々に4人で、そう、誕生日配信を。だから,だから多分来週、来週やんなかったら、とんと来週やんなかったらごめんね。うん。来週、だからさ、<coughs> 優先順位はちゃんと俺たちにもおあるから、俺たちにも。今はツアーの練習を優先順位にしたいから、当然。もう、だ,だ,からだ,からだってさもう、もうすぐじゃん、ツアー。そう。だから、来週やんなかったらツアーの練習してるって思っといて。その時はもう7月。7月にやる。はい。その時はもう7月。メンバーからお祝いメッセージ、モノクリが来たよ。うん。はい。貯金いくらとりま待ってます。わかった。 まだ確定じゃないんだ。でもほぼ70%確定。両方楽しみ。ツアー何日かだっけ ?7 日な ?7 月7日ぐらいから。まあ,あまあ俺も覚えてない。うん。やんない告知もある。いや、やんない告知とか俺や,やらない。なんか。だからやんないときは告知しません。やるときは告知します。はい。モノクんひでてないか去年は。モノ大丈夫。<laughs> 七夕うん。チケットまあ取れるよ。多分。チケットまあ取れんじゃないかな。 うん8日の福岡からかな。あ福岡からですね。よろしくお願いします。だから今日から練習あるんで。あ夕方あたりから練習するとはう。いやー、なんかなうん。あーあ,あ、すみません。はい。うん。あるよ、チケットあ。あるんじゃん。うん。かまってちゃうは売れ、売れ残ってんじゃないな。うん。なんだかんだ。完売してないんじゃん。ね。 いやー完売ね、させたい、させたいね。うん。ちょっと俺も、いやーもうみんな寝,寝るでしょう。俺もね、そろそろ、ね、まあ、3時、三時ぐらいに、4時ぐらいに寝よっかな。寝るっしょ。かまってちゃう、売れてるよ。おやすみなさい。明日、頑張んないと、かまってちゃん。かまってちゃう、やっぱ頑張んないと。当日売れてるよって、そんなこと思ってねえよ。 そんなん全く思ってない俺は <laughs>。全く思ってないから <laughs>。頑張んないと毎年毎年。ほんとに。うん。だから現地民の人はちょっとね、まだ寝れない。<laughs> まあまあ、もうね、まあまあ、本当引き続きってよ。まあ。ああ、けど、俺今日、俺ほんとさ、今日の配信さ、総合してさ、何が良かったってさ、ウエストポーチじゃな、洗濯ネットに猫を詰めるってあれ、あれ結構、あれ結構一番僕いい、いい。 いい会話したなぁって。明日早く、え、昼とか起きる。いい話した洗濯ネットを、あの、猫に詰める。うん。いや、そこでしょ。いや、結構あれ、あれ俺ね、さ、MVP ってか、あれ結構なかなかガスの元せん、あと閉める。ねで、地震の時は、出てく時にブレーカーを消す。まあけど、でもそんな判断、あ、それは結構難易度高くないね。 猫に詰める。逆です。あの猫に詰めなくて、洗濯ネットにあの猫を詰める。それをしてくだ、それを、それ結構なんかペット、ペッとだから今回みたいなさ、震度6とかさ、あった時とかさ、まあまあそういったさ、災害があった時とかさ、ペットの人とかさ、ほんとそうやね。洗濯ネットを猫に連れたら死ぬとなんでだよ。ためになる配信。か、亀は、亀も別にせ、だから洗濯ネットで全部亀もさ、尺子もさ、猫も尺子もさ、 詰めてさ、その後ゲージケージに入れてさ。なんでだから、そうですけどだ、だから猫とか逃げるだろ、ビビって。わ、ニャーニャー言ってさ。ね、わ、ワンワン、ね、犬だってさ、ビビ、ビビりたい、ビビる鳥とかさ。だからペットとか愛するがあまりパニック、その時な、なってさ。あのー、ワンサかあ、慌てふためくわけじゃん。ね。運動会になるわけじゃないですか。ね。 ゴゴゴゴゴって揺れて。運動会して、してる間にし、死んだらあれじゃん。ペットも、お前も。だから、洗濯ネットがあれば、ビビリの猫とか犬とか鳥とか、い洗濯ネットにめパって入れて、そんなあ、ケージ入れて、持ってきゃ、無理やり持ってきゃいいって。うん。チョップで気絶させるわ。うさぎとか。 せ、うさぎだってそう、洗濯ネットつ僕もネットに。虫取り網は。だから、洗濯ネットだって。のこさん YouTuber になったら売れそう。YouTuber で俺。あ七7000人いるから、今。登録者人数。311の時は震えてた。犬は洗濯ネットに入ら風呂敷に包まないと。ああ、なるほどね。え、犬も、あ、でっかい洗濯ネットだったら入るんじゃん。大人しく、ネットポップ。大人しく、まあまあ、そろそろ、その話が、俺は一番なんか、確かに今日、今日の、 なんか、配信して、なんか、良かった。うん。まあ、なんか、危機意識を改めてね、共有できた。いや、でも、これ、洗濯ネットちしたと頭持っとるわ。洗濯熱。帽子、帽子とか洗うとき洗濯ネットいいってインターネットに書いたから俺買ったんだよ。うん。いや、僕がいいこと言うの、ほんとね。ああ、有意義な話。洗濯ネットでって、なん洗濯ネットで猫は出たから、そのときは仕方ねえじゃん。もう、そのときはもう運命です。そう猫の。 選択だからこっちはやることやったもん。な。そこで死んじまったら <laughs> <laughs> ちゃんとカーチしてるって当たり前だない。選択とか。いや、もう、もう、もらせるとこでたまに回してるよ、俺。ちゃんと。うん。モノック。うん。ま、選択、いや、そりゃそうでしょ。せいな、もうそんなもうそこまで保証なんかするわけねえだろって <laughs>。人間でもペットでも。な。こっちは、だけど、もうやること十分やってるでしょ、そうい帽子洗う、洗う。 いやだから俺最近普それもそうモんな洗濯機買ってからだよ家政婦なんかいねえようんだから急だから最近ね地震多すぎてから最近だからもう明日だから我が身だからだから玄関に置いとかないと避難所とか映った時猫だから猫の避難所とかある,あるって言ったじゃんペットの避難所とかうんとりあえずけどもうどうでもいいけどもう本当備えとかないとね俺も本当しっかりしないとね うん、俺、こうやって偉そうに言ってるけど、自分が本当にね、寝るかはね、あ、こんばんは。けども、我が身ですよ。水は、ね、現金、家政婦、うん。人工地震とかなんか、毎年、毎年言って、毎回言ってるやついるよね。あ、みやが、ね、あの、フリーメイソンだから、なんか <laughs> <laughs> <laughs>、そういうのね、インターネットで言うやついるよね。自人工地震とかわ <laughs>、まあ、かんないけど。わからいわからないけどね。 うんね、別に現代の技術があれば人工地震とか確かに起こすとまあ起こせんじゃねえかっていや置かれたとか言うけど分かんないじゃん別に何だかんださいやあれないや別に全然さでやろうと思えばできんじゃん初めて聞いて嘘いや俺毎年聞くよその地震があるたびに人工地震とかさねフリーメイソンとかイルミナティとかでも全然やっぱさそう,いうそういうさやっぱさ偉そうな組織団体ってさやっぱさ俺はさ俺結構ね まだ信じる派かもしれない。その人口自身を信じるまではいかないけど、イルミナティとかフリーメイソンとかは、ウリ別に実際さ、ある団体なわけじゃん、フリーメイソンとか。だからそのイルミナ、いや、イルミナティ俺結構、いや、結構やっぱそういうね、もう世界を支配する団体がいるっていうのは、結構俺は信じる派かな。うん。俺は結構ね、イルミナティとか、うん、信じる派かもしれない。うん、信じる派だと思う。 インターネットとかで結構調べたりも今までしてきて、してるけど。やっぱ、人間ってのは、やっぱ、ムーとか、都市伝説、高須クリニック、フリー、メソ、ジョン・レノン、知らんおじさんが言ってた。俺は、俺は信じない。バンドマンが信じてんの、なんか。いや、僕はって感じ違う、俺は、だってさ、だってさ、人間なんてさ、あれよもう欲望が尽きないんだよ、人間。クソじゃん。だ欲望、 はてはさ、イルミナティみたいになるって。もう世界を支配して。まあ人工受信までいかない。まあ本当に、イルミナティカードとかさ。ねえ、俺もさ、イルミナティカードを信じるがあまりにさ。配信でさ。ヒラリーが、ね、イルミナティカードにヒ,ヒラリー、ヒラリー、ヒラリーがね、いたから、絶対大統領、アメリカの大統領、ヒラリー大統領になるってさ、俺予言したじゃん。<laughs> まあ結局トランプ、トラン、トランプになったんだけど。 まあ、けど、トランプも、イルミナティカードに書かれてるんだよ。トランプの方も、イルミナティカードに。夫人。いや、いる、トランプの方も、いや、調べてみ、イルミナティカード。いや、俺結構ね、あれはね、おもし、おいなって。 いや、俺だから、いや、そういう団体がいてもおかしくないと思ってるから、世の中に、この世界には。人間の欲望っていうのは尽きないから、もう本当に金とかさ、すべてのさ、富と名誉もすべてを手に入れたもんって、いや、ロックフェラーとか、やっぱさ、ロスチャイルドとかさ、やっぱいろいろ、いや、いるわけじゃん。もうそういう人たちってさ、もうすべてを手に入れてさ、そしたらもう最後行き着く先はさ、もう世界、もう世界を自分のボタンピッて押して、何かが起こるっていう、 映画みたいな話に行き着くと僕は、人間の欲望はそこまで僕は行くと思う。だから、イルミナティとか、うん、なんかそういう話僕はね、そうそうそう。ロスチャイルドはガチ。えエヴァンゲリオン千円の野口秀夫。世界征服。うん。いや、僕は結構セットキュー。いや、僕結構イルミナティとかそういうのはね、やっぱ信じる派かな。 そんな野心的な人いなくないいる、いるから何言ってんのお前なそんな野心的な人いなくない何、何を見てんのねいや、いるから、ね、え全然いるから欲望はつき、つきないよね絶対いるよこの世界にはとんでもねえもう人間の顔を被った悪魔のような支配者がうん、と、人の欲に果てがない。本当そう思まます、僕は。 生殺すか、すか、まあそういうのね。それ知ってる。フリーメイソンのマークが浮かぶとかね。あいや、だから、分、そうそうそう。いや、な、なんでこんな話になるの人工自身まあ人工自身はちょっとわかんないけどね。あヒトラー。あーいや、まあまあけど、イルミナティはなんか人工自身はヒトラーとかなんかいろんな話はね、枝分かれしてはせ話はあるけど、僕はけどね、その幹となるね、イルミナティとかやっぱそういったなんかね、 いや、なんかね、いや、いや、そういう団体はさ、おやすみなさい。よく見つけ、いや、そういる、いやういう、いや俺はね、やっぱね、面白いなとも思うし、いや、俺はちょっとやっぱ信じる派かな。やっぱ世界中には、なんかね、やっぱそういうの、あるんじゃないかなって、思う。うん。眠いね。眠くない。目覚めた。この話面白いよね。目覚めたよ、俺は。うん。診察にもそういう仕掛けがある。知らない。うん。うん。冷蔵庫な、は いやいや、だって僕インターネットで全部そういうの調べてきてるもん。インターネットサーフィンして。AI によって何うん。聞くとしいじゃそういう話、面白いし。いや面白いだけじゃないけど、いや調べると結構怖いですよ。うん。野子さんも権力欲しい。うん、欲しい。俺やっぱ地、やっぱ名誉と、やっぱ金とか欲しいって思うもん、やっぱ。うん。それは権力なのかどうかわかんないけど、実際ね。うん。やっぱ欲しいもんでしょ。うん。 いや、俺もやっぱ欲、欲もいっぱいインターネットは全部嘘です。インターネットは正規だわ。どっちだよ。うん。ミズニアンとイルミナティ。うん。もう氷河期は来てるとか。俺はいろいろいやいや知ってる。いや、全部インターネット見たやつうん。目をな、どう、どういう国にしたいって何がど、どうよくいう国ってカニ、カニがいっぱい食えたりとか。いや、俺だけどね。別に平和な、平和なプレイスに、平和な場所をつかさどると思うよ。平和な場所をつかさどると、 金、名誉、地位を選ぶのはどれですかえ金、名誉、か、いや別に、別にそんななんか、い、い、いざ言われたら別にそんなどれも才能かないや、僕はやっぱ自分自身かなうん。金、名誉、地位とか、どれが欲しいですかいや別にそんなことをい、いざね、言われたらね、そんな別に、ないな。うん。なんかね、 いや別に、もしやさ、金はだってまずないじゃん。別に名誉と地位があればさ、名誉と地位があれば、金なんか出てくるんだよ。ね、金、金、金言って。金、金言ってやつはバカですよ。名誉と、いや金でしょ、いや金、金、金通りじゃ、名誉と地位があれば、金なんてついてくんだよ。なだから、金はまずないです。だから、名誉が地位で言ったら、どっちも。うん。どっちもかな。名誉が地位。 まあ、一番だけどさ、そんなもんはさ、俺さ、自分の力で手に入れたもんだけどね。やっぱ僕だったら音楽のやっぱ才能とかでさ。だからそうだよ、才能。才なんか、いきなりチート名誉を手に入れる人生はちょっとつまばつまんないね。それはそれでラッキーモードだなって思うかもしんないけど、自分の人生ね。なんかね、ラッキーモードかなって、ね、地位と名誉が最初からあって、みたいなさ、金もあって、みたいな。うん。名誉とチーって一緒じゃないのいや、俺もそう思った。 ね、これどっちが合うの俺もちょっとよくわかんない。うん。毎朝6年。いや、でもやっぱ、えー、愛が欲しいな。愛が、なるほどね。うん。そこはちょっとね、確かに。愛ね。そこは僕は、なかなか、得てると思います。はい。結構僕は結構得てますね。そう言ったら。うん、イージーも。チーかプリウス、ないプリウスってなんだよ。うん、お金をしすぎてむしろ、うん。 カニもう寝よっか。はい。ノコは才能もあるし、努力もした。当たり見えだろあの、努力なんか、あのね、不平等だから。努力すれば、やっぱあの、世の中言われてるけど、運だから。でも、努力はすなんてのはで、別に努力っつはね、もう好きだからやってるだけだから、こんなもん。俺も別に今日作曲とかでさ、してるけどさ、努力なんて思ったことね。寝るって、愛されるにはチャーミングになることだよ。うん。 やっぱ俺思うけど、あーこれね、いや昔からく聞かれたことは、愛される、愛される、俺、自分を見て思うのは多分俺多分、俺、愛嬌、そう、俺多分、俺結構笑うじゃん。俺結構、俺結構何だかでヘラヘラしてんじゃん。俺くこ,こうやって、はははって、俺結構笑、笑い、笑い浄土なんだよ。笑い浄土なんだよ。結構こういうのはあると思う、俺の場合。 ね、かわいい、そう。俺、チャーミングだよ。ロックンロールスター、はチャーミングじゃない誰だから。うん。あまあ、ロックンロールスターっていうか、スター、引き笑いじゃんね、バカ。普通に、ちゃんとね、こうやって、嘘でもいいから、こうやって作、初めは作っとけ。ね、こうやって。これ多分ね、あのね、俺、自分見てて思う。みんなやっぱ、俺って結構、これはね、作ってんじゃないんだよ。本当にね、僕は天然なんだよ。笑いの、笑いのハードル低いんだよ、俺。 すぐ笑うの。これがね、だからうちのメンバーだと一番できないの。千葉銀。も、けど、他のメね、千葉銀とかモノくんとかさ、まあうちの周りのスタッフとか、やっぱみんな、やっぱ、できてないね。うん。天然です、僕。まあ笑いの、笑い上手なんだよ。うん。外でも俺は。みさこさんも上手いね。みさこさんもね、ニコニコ。うん。でもみさこさんとか俺みたいなやつってさ、 あんまり確かにいないのかな赤ちゃんみたい。歌ってる時の眼力。笑うのは大変だよ。大変、うん、笑う人は、なんかそれもあんのかなって思うけどね、俺は。笑い浄土とか。うん。でも俺、昔だって、でも俺学校でさ、学校とか行った時とか、当然さ、ね、でもヘラヘラしたな。うん。学校、でも俺昔が確かにヘラヘラしてたうん。俺なんかね、うちは、だから、昔だからさ、 なんだろうだからヘラヘラする癖がねそういうのに俺これはさあのいじめ、いじめられてその空気に合わせてこう <laughs> やってうんもう嘘で笑ったから小学生の頃とかだ,だからだかねそれもあると思ううん美佐子さんはもう笑ってるけどあいつはわかんないあいつの場合はわかんないけど俺の場合は結構そういった名残はあるうん そう、笑う、まあ俺、俺も笑いの振って低いのは確かなんだけど、すぐこうやって笑顔になるのは、あ,あそれもあると思うよ。歯がけ。け込まれてあります癖なんだ。うん、癖もあると思う。うん、そう、曲にもして。可愛い,いえ、まあ、だから、ワイもいじめられてヘラヘラね。だから、学校とか社会、嫌なことあって笑っちゃうそう社会とかにさ、いるとさ、やっぱさ、うん、やっぱいるんじゃないのか俺はそれが引きずってる。いい意味でも。 いじわって嘘笑いと、そういう引きず、いい意味でも引きずってる。うん。小学生で嘘の絵が大変ってないが、いや、大変とか、まあ、サバイバルの術だから別にね、もう大変とかもそういうレベルって思ってない。うん、別に。なんかいっぱいいると思うよ。でも、だからその、愛されるとかそういったのは、やっぱチ、ャチャーミングさ、あとは弱さを引き、引き、引き出せ。弱さは武器だから、弱点を言え、弱点を。 お前の弱点を言え。ね、俺は乳首が感じるとか、ね、もうなんか女が大好きとか、俺は、もうなんか、あーのー、頭が中卒だとか、なんでもいいんだけど、弱点はさらしていけ。それが共感に繋がるから。アナルが弱いでも、そう。俺は共感しねえけど、アナルが弱いかわかんないけど、俺は。共感してくる。いやいやいや、でも弱点。いや、弱点は、もうそういう弱点な何でもいいんだよ。うん、でも何でもいいけど、 そうそうそう。まあ自分、俺は結構、だから、そういったのをしだした、しだしたって言っても、確かにライブしてからかな。10代の時はそんなできて、できなかったよ。うん。10代の時はできなかったよ。20代になってだよね、やっぱり、こういうのね。うん。でき、なんか、そうそうそう、勇気出ないそう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 、勇気が、勇気もいるからね。頭がアホになっていったんだよね、やっぱな。<laughs> <laughs> まあうん自分の嫁はさらされたら信用できないって思ってしまいます僕はいやでもやっぱそういう人でも絶対弱点は絶対あるから、うん、強,強がってんの強がりか分かんないけどまあまあ難しいんだよねいや勇気あることだからねだからそれこそ俺うちのメンバーあたりホン千葉銀とは俺正反対じゃんあの人見てやっぱね生きづらいとこもあるかなって思うもんやっぱああいう人って千葉銀みたいな人って けど、結論アホになった。うん、アホになったの。うん、俺はアホ,アホになったよ。うん。いや、アホ、だって俺10代の時はアホだよ。絶対に。うん。絶対に俺は10代の時より、頭いいよ。頭いいけど、もっと頭良かったと思う。昔のが。うん、千葉県は生きづらそう。俺もそう思う。ほんとそう思うよあ。ああいう、千葉県みたいな人ね。やっぱ、硬い、頑固な人ってか、なんて言えばいいのかな。 今は何でも言えない何で昔は言えなかったんだろういやさ小さな社会社会だからねそこもね学校とかねうーん雑対した後大丈夫かいや千葉牛はある意味大丈夫でしょ弱みは出すのは周りを信用してないとできないうーん武器なんだろうなそんなないな俺なんのかな初めて会う人でも別にペラペラ喋っちゃう喋るかな 喋るのかなうんその。プライドの問題、分かっててもできないんだよな。うん、いや、俺、俺を参考にしたら多分ね、やっぱ違う。やっぱ、無理俺を参考にすんのはやっぱち、なんか、なんか弱点かよこと聞いた。いや、それはちょっとお、俺やっぱ特殊かもしんないね。うん、僕は特殊かもしんないね。やっぱその、やっぱ世間一般の基準と比べたら。うん。 なんかわかんないけど。俺ちょっとじ、わかんないもうじ過剰なのはやだな。俺みたいな。俺をじいしかじょだよ。うん。やっぱ特殊なんだ。まあ、特殊なんだ。うん、何度怒られても改善できるなんだと思いますか何度怒られても改善できないのって何だと思いますか何度